今日はですね、ちょっと頑張りすぎている自分に対してご褒美をあげたいっていう時とか、最近忙しくてイライラしてるとか、気持ちが優しくなれないっていう方におすすめの天然石をご紹介していきたいと思います。まずピンクの代表的な天然石といえば、じゃん、ローズクォーツです。ピンクってすごく柔らかい、気持ちがこうリラックスするような色合いだと思うんですね。大人になってくるとなかなか身につけるの恥ずかしいんだよねとか、まあ、ちょっと自分的に抵抗があるっていう方はぜひお部屋で取り入れてあげるといいのかなと思います。ハート型に形を切り抜いて作ったボールです。あとやっぱり三日月は女性を象徴するモチーフルナなので、すごく人気があります。例えばここにホワイトセージとかパロサント炊いていただいてもいいですし、お気に入りのアクセサリー置いたりとかしてもいいと思います。こういう感じでインテリアとして取り入れていただくのもすごく可愛いと思いますし、こういうのをバスルームに置いておいて、湯船に浸かっている時にこうにぎにぎしてあげたりとか、めでたりとかして癒されるっていうのもすごくおすすめです。ローズクォーツのキャンドルホルダーなんかもあります。中のティーライトキャンドルは取り外しができるので、まあ、キャンドル灯し終わったらまた別のティーライトキャンドル入れて、天然石の原石感を味わいながらお部屋でリラックスすることもおすすめです。今ローズクォーツをメインにご紹介してるんですけど、タワーですね。でタワーって何に使うのっていう感じかもしれないんですけど、こうやって置いていただくだけでもすごく可愛いので、私は結構ね、お家にこのぐらい大きいローズクォーツのタワーを置いて、何に使うって言われるとただのインテリアになっちゃうんですけど、お気に入りなのでお花と一緒にコーディネートしたりして飾ってます。でそう、ピンクのにぎにぎちゃんのサボンストーンもあります。結構天然石って見て楽しむのももちろんいいんですけど、ね、自分の身にこうつけてあげて長く愛用していただけるとすごく嬉しいですね。他のピンクのクリスタルをご紹介していきますね。まずはピンクカルサイトですね。カルサイトって本当にいろんな種類があるんですけど、これはローズクォーツと比べるとちょっと色味が濃いめのピンクちゃんです。いちごミルクみたいな色で、すごく可愛いピンクカルサイトです。これも夢かわな感じなんですけど、これはチェリーブロッサムアゲート、桜メノですね。メノなんですけど、こんな感じでちょっと模様が入っているのが、桜のお花が散りばめられてるみたいな感じなので、チェリーブロッサムアゲートって言われています。でベースがくすんだピンクで、ちょっとグレッシュな感じなので、ピンクピンクしてなくて、ちょっと大人な感じの色合いがすごく可愛いんじゃないかなと思います。これピンクアメジストのタワーですね。ピンクアメジスト結構珍しくて、本当に最近発見された鉱物だったりするので、まだあんまり市場に出回っていなかったりして、すごく珍しいんですけど、インスタグラムで私は最近よく見かけるので、すごく流行ってる鉱物かなと思います。で同じくこちらもピンクアメジストですね。一つ一つものが違うので、サーモンピンクみたいなものもあれば、こうちょっとライラックっぽいものもあったりとかして、すごく可愛いピンクアメジストの自動度です。こういうものもね、ちょっと置いてあげるだけでお部屋が華やかになるんじゃないかなと思います。こちらですね、クンツァイトです。この中で一番ちょっとお値段高めですね。これはどちらかというとピンクっていうよりはパープル味が強めになるんですけど、ピンクの中でもいろんな色がレイヤードされると動きが出てすごく可愛いかなと思います。あとはこの下に置いているこちらのローズクォーツを切り出して作ったプレートになります。これもね、ちょっと透け感があってすごく使いやすい、1センチぐらいの厚みがあるものですね。例えばこんな感じとかで、まあ、キャンドル置いていただいたりとかで、ちょっとタワーとかコーディネートしてあげるだけでも可愛く空間作れるんじゃないかなと思うので、こういうプレートが1枚あるとすごく使いやすくて、お部屋が一気に可愛くなるんじゃないかなと思います。ちなみにこのローズクォーツは恋愛運アップの石としてすごく有名なんですけど、私はセルフラブの石としてお客様にはおすすめしていて、本来持っている
内面からの美しさを引き立ててくれるっていうのがローズクォーツなんですけど、優しい気持ちになったりとか、ちょっとイライラが軽減されたりとか、人に優しくなれたりするだけでも、その人自身がすごく魅力的になると思うんですね。で、その魅力的になるためには、やっぱりまず最初に自分で自分のことを癒してあげたりとか、許してあげたり、やっぱり皆様忙しい毎日過ごされてると思うので、そういう時にはローズクォーツを取り入れていただき、まず自分を愛するっていう気持ちをこう育てていただければいいんじゃないかなと思います。